公民権運動の一環、ワシントン大行進で、アイハバドリームで知られる演説を行うキング、牧師社会運動とは、現在の社会の状況の改善や社会問題を独自に提起したり、あるいは、政府の社会政策に対して推進、または、阻止を求める者が、それらの希望を実現することを目的として、同志を募り団結して、目に見える形で行動し、世論や社会、 政府などへのアピールを通じて、問題の解決を図る動きを指す用語である。民主主義的な方法によって政治に進出していく場合もあるが、一般には政府や政界には入らず、これらに対する圧力団体を組織するまでで止める場合が多い。ポーランドの連帯。労働運動でもあり、民主化や人権を求める総合的社会運動でもあった。ドイツで、 核廃棄物に抗議する、反核活動家日本では、戦後、1960年代の社会全体が革新、左翼的な風潮に包まれていた頃は、社会運動は主に、マルクス主義的で先鋭的な階級闘争を掲げる、労働運動や、学生運動のほか、より幅の広い平和運動など、革新、左翼的な運動の代名詞として捉えられがちだった。またこの時期は、 アメリカの公民権運動やベトナム反戦運動など国際的に大きなインパクトを与える社会運動が起きた。その後、1970年代以降、世界的に環境保護や反原発、フェミニズムやマイノリティの人権など市民を中心に階級闘争では捉えにくい新しいテーマを掲げる社会運動として各種の市民運動が台頭した。学術的には これらの市民運動を総称して、新しい社会運動と呼ぶことがある。これは、市民社会の発達やポスト産業社会化に伴い、人々の社会問題に対する意識や関心が、個別化、多様化したことの表れであった。なおそれまでの革新、左翼的な社会運動の多くは、階級闘争を掲げるなど、政治的な党派性や思想、イデオロギー性が強かったのに対して、 多様化した市民運動は、党派性やイデオロギーから距離を置くと称する場合が、多く、社会運動に恩恵化と活動テーマの幅広さを、もたらすこととなった。頑張れ日本。全国行動委員会の反中でもインドの民族、義勇団の傍実訓練現代でも、革新、左翼的な社会運動は多く行われているものの、日本では、反中や、在日外国人や北朝鮮による、 日本人拉致問題やチベット問題などに関する運動が目立ってきているため、社会全体では保守、右翼的な社会運動の割合が高まっている。これは日本に限った現象ではなく、ヨーロッパでも治安の悪化や新規の移民に厳しい姿勢を取るなど外国人を排斥する動きが強まっており、またアメリカではキリスト教右派などが担い手となって中絶反対や 伝統的な家族の価値観擁護、創造論の公教育での採用などを主張するなど、各国で保守、右翼的な世論の高まりや、社会運動が見られる。さらに、欧米先進国にも限られず、イスラム諸国における、原理主義の高まりにもイスラム法によって統治される。インドにおいて、民族義勇団などが進める、ヒンドゥー至上主義も似たような性格を持つ。ありがとうございます。